はい、今回2023年8月号のスバの最新納期と新型車の情報が判明して、まずは最新納期の前に新型車の情報からで、先月からだと7月3日にですね、レヴォーグに特別乗車スマートエーションが追加されて、 GT、GTX がベースで、で7月13日にインプレッサー GUK なんで新型ですね、新型インプレッサーがリコール、電装品関連のリコールみたいで、であとは今月に入ってですね、8月3日にレヴォーグレイバックのティザー画像が初公開されて、まあ、1.8リッターターボ、2.4リッターターボ、現行レヴォーグのパワーユニットになるんじゃないかって言われてますけどね。トランスミッションがリニアトーニック CVT で、で駆動方式がフルタイム4駆になるんじゃないかって言われていて、で9月7日からですね、先行予約を開始で、秋に発表されるみたいで、レヴォーグも現行で2代目で、発売しても秋で3年目ですからね。マイナーチェンジ機でレイバックの発売情報が入ってきて、フォレスターもマイナーチェンジとか言われてますけどね、モデルチェンジの周期には入ってきていて、先行予約を開始中で、でレガシーアウトバックも先行予約受付中になってますね。で STI K の方はシフォンカスタムは特に去年ですね、秋にマイチェンして、ステアカスタムがもう先代になりましたけどね、もう生産終了したんで、新型ムーブの OEM 車なんですけどね、第8新型ムーブがなかなか発売しなくて延期していってるんですよね。まあ新型ムーブが発売したステアの方もモデルチェンジして新型モデルが登場すると思うんですけどね。では続きまして最新納期の方で、はい、ではスバルの最新納期2023年8月号で、軽自動車と OEM 車の普通車に関しては先月中旬の納期情報で、まずは軽自動車からで、プレオプラスミライスの OEM 車3ヶ月で、シフォンタントの OEM 車で3ヶ月で、納期の方軽量に関しては延期していて、サンバートラックハイゼットトラックで3ヶ月サンバーバンのディアス以外がハイゼットカーゴ2ヶ月ででディアスあとで2ヶ月ジャスティがトールの OEM 車3、4ヶ月でレックスロッキーの OEM 車4ヶ月普通車の OEM 車に関しても納期の方は延長傾向で、ソルテラ3ヶ月で BRZ か8月の納期情報で2ヶ月 WRX-S4 2ヶ月で、新型インプレッサー E ボクサーが3ヶ月で、ニッターガソリン車2ヶ月で、でクロストエッグ3ヶ月全体的に納期の方延期してますね。でフォレスター E ボクサーが3ヶ月で、で 1.8 リッターの方が2ヶ月で、 E ボクサーの方が納期の方ですね、どの車種に関しても延期していって、アウトバックレガシーアウトバックが3、4ヶ月レヴォーグ 2.4 リッターのターボ
2ヶ月で、で 1.8 リッターターボが2ヶ月、まあ先月比で言えば全体的に1ヶ月ぐらい延長した車種が多くて、まあそれでもギリギリ年内納車が可能か、まあなくても来年の1月には納車されそうな工場出荷メドとなっていて、だいたいこの記載下に3週間で納車という形なんで、まあ他のメーカーと比べたらですね、全然納期の方は早い方で、はい、今回2023年8月号のスバルの最新納期と新型車の情報について紹介しました。